バヨンパーというわけで、今回も私斉藤さんとチームズンタタのバビーこと石川勝久がバブルンと遊んでみたいと思います。よろしくお願いします。今回のよろしく。はい、うん、はいはい、うん、よし。まあね、前回はあれでしたけど、今回は対戦ですのでね、いくら先輩といえども容赦しませんので、目に物を見せてくれるわくれるわ。うん、まあ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 、今のうち言っといてくださいよ。まあまあ、うん、レディーゴー。はい、じゃあね、早速プレイの方してみたいんですけど、世界中の方とプレイができる、こちらのデュエルモードというのをね選んでみます。そしてデュエルモードね、2つあるんですけど、クイックマッチ、友達とプレイする。まあ今日はね、バブルンとプレイしますので、こちらの友達とプレイするを選びたいと思います。バシッ。はい、じゃあね、早速やってみたいと思います。こっちは、パートナーがコロロンですので、僕がクルルンです。この青い腕の。そう、女の子チームはね、手が青いんですね。クルルンとコロロンなんですよ、クルルンです。パートナーコロロンという感じで、じゃあ対戦相手は向こう、じゃん、バブルンチームと、ボブルンチームなんですけど、イエイ、バブルンさん生首ですよ。なんか大丈夫ですか、生首ですけどすごい修理。はい、という感じで、バブルンボブルンチームとクルルンコロロンチームでやってみたいと思います。じゃあやってみましょう。早速レディーゴー。はい、じゃあね、この対戦のルールをねやりながら説明したいと思うんですけど、こちら上の方にね、ブラックホールみたいな、ポータルと呼ばれるものがあるんですけど、そこに向かってバブルが吸い込まれていくんですね。でそこに自分のバブルが吸い込まれていってしまうと負けと。そうならないようにこう消して、ある程度消していくと対戦相手の方にバブルが足されていくので、早く向こうの方にバブルをいっぱい送って、相手のバブルがポータルに吸い込まれてしまえば勝ちという形になってますので、どんどんね、壊して相手をポータルに吸い込ませちゃおうっていう、まあ、そういうルールになってます。という感じで、なかなか調子がいい感じですね。お、いいですよいいですよいいですよ、いいんじゃないですか。なんか景気いい音しなんで、こうやばいなやばいな。よし、あ、よく見たらこっちに、ね、出てますよ、ね、僕向こうから送られてきた。あ、目の前にまた向こうからお邪魔が送られてきました。 VR なんでね、割と視界が広いんで、ついつい目の前のバブルだけに気を取られてると、いつの間にか詰んでるっていうことがありますので、ね、広い目でやっていきましょう。お、なんかでもなんか向こうに結構行っちゃってるんじゃないですか。これは勝つるんじゃないですか。私勝つるよ、いけるよ、私勝つるよ、これいけるんちゃう、いけるんちゃう。おお、来た。なかなか向こうもさすが長年パズルボブルをやり慣れているバブルン先輩は手強いですね。生首ですけどね。こっちもね、ずんたた歴私30年ですからね、負けてられませんよ、こっちも。はい、でも結構いいじゃないですか。いいですよいいですよ、今回結構いいんじゃないんですかね。いけるいけるいける。あ、変えよう。白に変えていきましょう。よし、いいぞ。効果を送られてきたら、こう同じ色をバブル当てるとバブルに変わるので、まあ結構調子いい。でも向こうもさすがに結構やりますな。なかなか値を上げないな。これはいい勝負なんじゃないですか。すごくかなりいい勝負だと思いますよ。かなりいい勝負になっています。狙って、よし。よいしょ。よし。一進一退って感じですね。あ、しまった。変なところになってしまった。あ、なんかいっぱい来た。来ましたね。よしよしよし。このになんか、おっと、これがお邪魔。バブルが来ましたね。早めにバブルにしておかないとダメなんですよ。おっと、なんか向こうから来たよ。あ、しまった。あ、これはいらないやつだった。あ、やばい。一気にいつの間にか不利になってる俺。やばいですよ。やばいじゃないですか。あー、そこはあー、ね、それはね、ドクロのバッグは当てちゃいけないよ。うまいことそこは避けていかないと。あ、やばいよ。あー、でもそれは当てよう。あ、やばい。早く。お兄さん、やばいっすよ。やばいです。あ、やばい、どっちも白だ。ああ、いやー、途中まではね、結構いい感じだなと思ったんですけど、一気に畳みかけられてしまいましたね。すいませんね、これね。さすがバブルンさんですね。師匠、いやー、負けました。残念。はい、というわけでね、バブルと一緒に対戦してみたんですけど、やっぱりね、シングルプレイの時とは違ってなかなかスリリングなゲーム展開で面白かったですね。やっぱりこう上のポータルにグワーッとこう行く感じ、あれがね、今までのねパズルバブルにない感じでね、すごくやっぱ対戦相手がもう見えるから、すごく焦りつつも結構面白かったですね。はい。まあ、今回はねあれでしたけど、またね、プレイできればと思います。次はね、負けませんので。はい、というわけでね、本日プレイさせていただきましたオキュラスクエスト用ソフト、パズルボブル VR バケーションオデッセイは現在好評発売中でございます。はい。そしてね、またなんとPlayStation VR でも発売することが決定いたしました。やったー。というわけで、こちらのね、PlayStation VR 版に関しては発売時期とか詳細については続報を楽しみにしておいていただければと思います。はい。ぜひね、バブルたちと一緒に VR になったパズルバブルを楽しんでみてください。ではね、はい、それではまたお会いしましょう。さようなら。